次に木井隆君。こんにちは。木井さん。立憲民主党の木井隆です。森山文部科学大臣、そして古賀内閣副大臣、よろしくお願いいたします。生成 AI に対する日本政府の対応について、ユーザーやクリエイターの関心を中心にまず質問いたします。まず人間の尊厳を尊重し、子どもの権利を守るための取り組みについて伺います。5月8日子ども家庭庁と文部科学省から保育所等のホームページにおける子どもの性的な部位を含む画像等の掲載等についてとの通知が発出をされました。この通知は、保育所や幼稚園などがウェブサイトに園児が裸で写る画像を掲載し、第三者に悪用されるケースを踏まえて、すでに掲載されている場合には至急削除することを求めています。毎日新聞によりますと、12の園の画像は海外のポルノサイトに掲載、80の園の画像はページごと外部のサイトに複製保存、そして少なくとも6つの園の画像が AI の学習に使われるデータに取り込まれていたとのことで、極めて深刻な状況です。この度の通知は一歩前進との取り組みと考えますが、これで十分かという点を確認させていただきたいと思います。人間の尊厳を尊重し、子どもの権利を守る観点から、今回の通知の対象になっていない学校集、例えば小学校、中学校、高校等のウェブサイトにおける画像等の掲載についての注意喚起や、あるいは当該画像等が第三者によって性的な目的で使用されることを防止するための具体的な取り組みを行うべきと考えます。文部科学大臣のお考えをお聞かせください。森山大臣。今般保育所や幼稚園などのホームページにおいて掲載されていた子どもの性的な部位を含む画像が第三者により性的な目的で使用されることにつながる事例があるとの報道を踏まえ、子どもの権利を守る観点から、子ども家庭庁と連携し、全国の幼稚園等に対してご指摘の事務連絡を通知、発出しております。小学校以上の学校においても、学校のホームページ等に児童生徒の性的な部位を含む画像等が掲載されるようなことはあってはならないことは当然であり、現時点では必ずしも同様の事例があったことを把握しているものではありませんが、全国の学校においても必要な確認がなされるよう、都道府県教育委員会等に対して今般の事務連絡を添付する形での注意喚起を行ったところであります。引き続き子どもの権利を守る観点から、子ども家庭庁とも連携しつつ必要な取り組みを推進してまいります。委員長。木井君。注意喚起をいただいたということでございました。子どもたちを守ること、子どもの権利をしっかり守れるように引き続き取り組みを徹底お願いしたいというふうに思います。続きまして、生成 AI と著作権について文部科学大臣に伺います。2024年3月15日文化審議会著作権分科会法制度小委員会は、 AI と著作権に関する考え方を取りまとめました。この考え方には次のような正し書きがございました。簡略に申しますと、生成 AI と著作権に関する考え方を整理し、周知すべく取りまとめたもの、そして公表時点における本省委員会としての一定の考え方を示すもの、加えて本考え方自体が法的な拘束力を有するものではなく、また現時点で存在する特定の生成 AI やこれに関する技術について確定的な法的評価を行うものではないこと、こうした内容でございました。ただこの正し書きを考慮したとしても、日本国内だけでなく諸外国にも一定の影響を与えうる注目すべき論点の整理だと考えています。そこで伺います。この度示されたこの考え方によって、これまでのルールから変更となるところは具体的にどこか、大臣からお答えください。森山大臣。委員ご指摘のとおり、この考え方は法的拘束力を有するものではなく、生成 AI と著作権に関する判例等の蓄積がないという現状を踏まえ、現時点における審議会としての一定の考え方を示したものであります。特に AI と著作権に関するクリエイターなどの権利者の懸念を払拭する観点から、 AI 学習のための著作物の利用であっても、著作権法第30条の4の要件を満たさず、権利者の懸念を払拭する観点から、 AI 学習のための著作物の利用であっても著作権法第30条の4の要件を満たさず、
権利者から許諾を得ることが必要な場合があり得ることなどをお示しているところです。今後はこの考え方についての正確な理解の促進に向けて分かりやすい形で周知啓発することに努めてまいりたいと考えております。キー君、著作権法30条の4については後ほど伺いようというふうに思います。理解促進重要だというふうに思います。その観点から次に伺います。現行の著作権法では情報解析などの目的であれば AI による記事や画像の学習には原則として著作権者の許諾は必要ないこととされています。ただこの点クリエイターからは懸念が示されています。この度示されたこの考え方ではクリエイターに対する著作権侵害となる事例についてどのように整理をされておるでしょうか。またクリエイターにはどのような影響があるか大臣からお答えください。森山大臣。委員ご指摘のとおりクリエイターなどの権利者からは自らが時間をかけて創作した著作物等が生成 AI により学習され侵害物が大量に生成されることへの懸念等が示されていたところであります。この点著作権法上では第30条の4により著作物に表現された思想または感情を自ら享受しまたは他人に享受させることを目的としない場合には著作権者等の許諾なく生成 AI の学習に著作物等を利用できることとしております。今回の考え方におきましては生成 AI の学習に著作物等を利用するもののうち意図的に学習データに含まれる著作物の創作物の表現の全部または一部を出力させることを目的とした追加的な学習などこの要件を満たさず著作権者の許諾が必要となる場合などについて例示をしております。法30条の4の適用がないにもかかわらず著作物が無断で学習に使われた場合にはクリエイターは著作権侵害として差し止め請求等を行うことが可能であると考えております。キー君。同様に内閣府についても確認をさせてください。2024年4月22日内閣府知的財産戦略本部の AI 時代の知的財産権検討会は AI 時代の知的財産権検討会中間取りまとめを示しました。この中間取りまとめによってこれまでのルールから変更のあるところは具体的にどこか。著作権以外の知的財産権について AI に学習させる段階は原則として権利侵害を発生しないと確認したという報道がございましたがこれは事実でしょうか。内閣副大臣からお答え願います。古賀内閣副大臣。議員ご指摘のようにこの検討会4月の22日に知的財産憲法の各所管省庁のオブザーバー参加をいただきまして中間取りまとめ案について議論を行ったところであります。この検討会におきましては AI 学習段階における著作権以外の知的財産権におきましてについては現行法の考え方から変更はなく意匠権、商標権等のデータを AI に学習させたとしましてもその権利の実施または使用に当たらず権利侵害は発生しないと考えられることを確認したところでございます。キー君。もう一つ伺います。この度示されたこの中間取りまとめではクリエイターに対する著作権など権利侵害となる事例についてどのように整理いたしているでしょうか。また今回の中間取りまとめがクリエイターにはどのような影響があるか内閣副大臣からお答えください。古賀副大臣。この検討会における検討では著作権に関する法的整理というのは著作権法の所管省庁であります文化庁における先ほど来出ております文化審議会の小委員会での AI と著作権に関する考え方についての検討を前提としているわけであります。つまりこの著作権法の第30条の4により著作物に表現された思想または感情を自ら享受しまたは他人に享受させることを目的適当しない場合には著作権者の等の許諾なく生成 AI の学習に著作物等を利用できると考えられるとしたところであります。また生成 AI の学習に著作物等を利用するもののうち意図的に学習データに含まれる著作物の
創作的表現の全部または一部を出力させることを目的とした追加的な学習など、この要件を満たさず著作権者の許諾が必要になる場合等について、著作物が無断で学習に使われた場合にはクリエイターは著作権の侵害として差し止め請求等を行うことが可能であると考えられるとしたところでございます。委員長、キー君。今の副大臣の答弁、そして森山文科大臣からの答弁、足並みを揃っての対応をいただいているということを今確認をさせていただきました。少し細かな点を確認したいと思います。先ほどからの著作権法の第30条の4の件であります。クリエイターからもさまざまな懸念がありますが、特に特定のクリエイターを狙い撃ちして AI 学習する、こうしたケースがありますが、このすべての場合に著作権法第30条の4が適用されなくなるわけではないとの理解で良いかを確認をさせてください。著作権の制限のかかる有名画家はたくさんおられますが、例えば今年いっぱいは著作権の制限かかるピカソの作品の真贋判定、本物か偽物かを判定する AI を仮に作成しようとする場合、ピカソの作品を集中して学習させる必要があります。この場合の著作権の利用について、この30条の4が適用されるか、大臣の認識を聞かせください。森山大臣。著作権法第30条の4は、当該著作物に表現された思想または感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なく AI 学習等のために著作物等を利用できることとしております。この要件を満たす限りにおいては、特定のクリエイターの作品のみからなる作品群を学習データとして AI 学習を行うために著作物等の複製を行う場合にも、同条は適用されうると考えます。しかしながら同条の適用の有無につきましては、最終的には個別具体的な事案に応じた司法判断となります。例えば今金委員がご指摘をされたピカソの作品の真贋判定 AI を開発する場合、当該 AI は学習データとして用いられたピカソの作品と創作的表現が共通したものを生成させるものではなく、ピカソの作品を享受する目的があるとは言えず、同条が適用されるものと考えられます。キー君。非享受目的という点が重要だというところ、今大臣の答弁からも確認させていただいたと思います。続いて伺います。ピカソの作品と創作的表現が共通する作品を生成する AI を開発する場合、この30条の4は適用されますか。大臣いかがでしょうか。森山大臣。もう著作権法30条の4についてはもう繰り返しになりますので申し上げませんが、最終的に個別具体的な事案に応じた司法判断と、なるということを前提といたしまして、AI の開発にあたりまして、委員がご指摘されているように、ピカソの作品と創作的表現が共通する作品を生成することを目的として AI 学習を行う場合には、享受を目的としていないとは言えず、同条は適用されないものであると考えます。委員長。キー君。享受目的も併存するので適用されないと、こういう理解ということで確認させていただきました。続きまして、ピカソの作品の画風やアイデアと共通した作品を生成する AI を開発する場合は、30条の4は適用されますか。大臣いかがですか。森山大臣。はい、著作権法第30条の4の適用ということでございますが、AI 開発にあたり、ピカソの作品と表現に至らないアイデアのレベルで、画風などが共通する作品を生成する AI を開発する場合には、既存の著作物の表現を享受する目的ではないため、同条が適用されうると考えられますが、繰り返しになりますけど、最終的には個別具体的な事案に応じた司法判断となりますので、そこはご理解いただきたいと思います。キー君。個別判断という点は理解しながらですが、享受目的は併存するとは言えないという点が今の話では重要だったかというふうに思います。
ありがとうございます。ここまで細かに確認させていただきました。文部科学省と内閣府におかれましては、ぜひこの生成 AI については、開発の促進に目が向きがちなんですが、ぜひクリエイターをはじめとした権利保護との両立について、具体的な取り組みをぜひお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。ご副大臣はここまででご退席大丈夫です。ありがとうございました。続きまして、教員の働き方改革について伺います。令和6年4月19日、中央教育審議会初等中等教育分科会の質の高い教師の確保特別部会において、令和の日本型学校教育を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について、括弧審議のまとめ括弧閉じ、括弧素案括弧閉じが示されました。この中で注目する点がございました。それは、教職調整額の率については、少なくとも 10% 以上とすることが必要であり、その水準を目指していくべきであるとございました。これまでは、教職調整額は給与月額 4% でございましたが、10% 引き上げるという定期提案であります。この 10% の根拠についての大臣の認識、そして仮に 10% へ引き上げた場合に、公費負担が増えますが、どれぐらい増える見込みとなるか、その財源の確保はできるか、大臣からお答えください。森山大臣。申し訳ありません、今の答弁の前に、先ほどの答弁でちょっと一言忘れましたので、追加をさせてください。先ほど、同条が適用されうる著作権法30条のようですねと申し上げたところでございますが、アイデアにとどまらず、創作的表現が共通する作品を生成することを目的とするような場合には、教授を目的としない場合には当たらず、同条は適用されない。ということでございますので、合わせてご理解賜りたいと思います。そして現在の教職の話でございますけれども、教師不足等の課題も指摘される中、人材確保の趣旨や教職の重要性を踏まえ、教師の処遇改善は喫緊の課題であると認識しております。現在、教職調整額を含め、教師の処遇改善については、中央教育審議会においてご審議いただいているところであり、近々にその取りまとめを頂戴することとしております。また仮に教職調整額を 10% へ引き上げた場合、現状の義務教育費、国庫負担金にかかる予算額を踏まえて試算をしてみますと、追加的な所要額は国費として約720億円程度になるのではないかと見込まれます。当初としては中央教育審議会での議論を踏まえ、教育の質の向上に向けて教師の処遇改善を含め、学校における働き方改革のさらなる加速化、学校の指導運営体制の充実、教師の育成支援を一体的に進めていきたいと思っております。そしてもう一点、合わせて財源の確保についてのご質問もございましたが、これにつきましてはまだちょっとその要求する段階になっておりません。今後財政当局の方と丁寧にその予算折衝あるいは予算折衝に向けて議論していきたいと考えております。キー君。追加の予算で試算ですが720億ということでございました。これですね、教員の残業を減らすためのコストも結構かかっていると思うんですね。でそれ以上に亡くなっている現職の教員も数百名に上っていますので、こうしたですね、教員の命はやっぱり金額に変えられないというふうに思いますので、この実際 10% 引き上げるだけで済むかと、給特法の廃止を含めた検討必要だというふうに私は考えます。続いて、なぜ必要と思うかという点に関わる点についてお伺いいたします。私立高校の教職員と公立高校の教職員の時間外勤務労働に対する手当の差について伺います。私立高校の教職員には教職調整額の適用がなく、時間外勤務手当が支給されています。一方で公立高校の教職員には時間外勤務手当が支給されず、時間外勤務労働が重なっても教職調整額の分しか受け取れないということになります。この私立高校の教職員、公立高校の教職員の時間外勤務労働に対する手当の差は何が根拠で生じるんでしょうか。大臣よりお答えください。森山大臣。ご指摘の点についてでございますが、給特法制定時の経緯についてちょっと触れさせていただきたいと思いますが、当時公務員である公立学校の教師の給与等の勤務条件が法律や条例などに基づいて決定されていたのに対し、
私立学校の教師については学校の設置者と教師との契約に基づいて決定されていたという背景がございます。まあ、こんな中で、公立学校の教師について教師の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きく、どこまで職務であるのか切り分けがたいといった一般行政職の公務員とは異なる職務等の特殊性を踏まえ、時間外勤務手当を支給しない代わりに勤務時間の内外を問わず包括的に評価をして処遇する仕組みを給特法で構築し、その一方で私立学校の教師について契約に基づく決定方法に変更を加え、教職調整額として法令で定めて給与内容を拘束するということは適用されなかったものであると考えております。委員長。キー君。大臣、この自発性などに任せて、そして包括的にということで切り分けてこなかったことで、今の教職員のかなりの厳しい勤務実態は続いてきているというふうに思うんです。少し視点を変えまして、教職員の業務削減について伺いたいと思います。教職員の業務削減が進まなければ、結局は定額働かせ放題と揶揄される教職員の働き方改革の現状は変わらないというふうに考えます。文部科学省による教員の勤務実態調査をもとに、日本教職員組合が業務ごとの労働時間を積み上げて整理をいただきました。お手元に資料あるかと思いますが、ご覧いただければと思います。小学校では1日あたりの労働時間の合計は、10時間33分でした。1日の所定労働時間は7時間45分。これに照らしますと、主担当の授業、補助の授業、そして授業準備、学習指導、成績処理、朝の業務、ここまでを合計いたしますと7時間16分です。中学校では1日あたりの労働時間の合計は10時間47分でした。1日の所定労働時間7時間45分照らしますと、主担当の授業、そして補助の授業、そして授業準備、学習指導、成績処理、朝の業務、生徒指導集団1、生徒指導集団2、生徒指導個別までを足し合わせると7時間43分でした。そういたしますと、どんな仕事がこぼれてくるかと申しますと、児童会、生徒会活動や学校行事、職員会議、研修、保護者 PTA 対応、事務、部活動、クラブ活動などは含まれておりません。この教員の業務削減について、具体的にどのような業務の削減を行う考えでしょうか。業務時間の積み上げ表、お手元にお示ししている資料でありますが、この業務の時間が縮まるのはどれか、どれが縮まる見込みか、大臣の認識を教えてください。森山大臣。はい、この資料を拝見して、なかなかその小学校、中学校ともに教師の皆さんの勤務条件がなかなか厳しいものであるという感を新たに、するわけでございますけれども、我々の方でやっておりますその文部科省での令和4年度教員勤務実態調査におきましては、令和4年度のものはそれまでのものよりもすべての職種で在校等時間が減少しつつある。学校における働き方改革の成果が出ていると思いますが、でも依然として長時間勤務の教師も多いということで、この今回先生がご提出のこの資料を見ましてもそうでございますけど、取り組みの加速化というのは必要であると我々も考えております。また我々の調査によりますと、持ち授業時数が多い教師の在校等時間が長い傾向にあります。また教員業務支援員は事務その他等に教師が従事する時間を縮減している傾向、こういったことも確認されたところであります。このため文部科学省としては調査結果等を踏まえて令和6年度予算に教師の持ち授業時数の軽減にも資する小学校高学年における教科担任制の強化等のための教職員定数の改善や教員業務支援員のすべての小中学校への配置をはじめとする支援スタッフの充実などに必要な予算を盛り組んでおります。学校における働き方改革は何か一つやれば解決できるというものではないと思います。
国、都道府県、市町村、各学校等それぞれの主体がその権限と責任に基づいてあらゆる取り組みを推進することが重要であると考えます。今後も中央教育審議会からお示しいただく考え方も踏まえ、教師の在校等時間を縮減し、子どもたちに対してより良い教育を行うことができるよう、環境整備の取り組みを進めてまいりたいと考えます。キー君。前回調査から少し減ったというのはおっしゃる通り、ただまだまだだと思っています。特に過労死レベルの働き方がですね、小学校で1割ちょっと、中学校で3割と、こういう状況がまだありますので、これは当たり前と思ってはいけないというふうに思います。永岡元大臣ともこの議論をしたことがありますが、こうした先ほど指摘した他の仕事はどうするのかと聞きましたら、勤務時間内 で扱うことが望ましいとこうおっしゃってですね、目を向けていただけませんでした。ただここはですね、やはり物理的に具体的に減らしていかないことには、今の教員の数や、あるいは業務自体の量ということを照らしますと、なかなか厳しいというふうに思っています。さて、残り5分弱となりまして、少し質問を飛ばさせていただきたいと思います。教科担任制の推進のところについてまいります。文部科学省は教科担任制を推進するということを申しておりましたが、全国の小学校2万校に見合う人数の配置にはなっていません。そしてその効果が地域によってはまちまちになるのが避けられない状況です。全国2万校、すべての小学校で教科担任制を実施できるのはいつからか、国は具体的にどんな支援を行うかということ、大臣からお聞かせください。森山大臣。小学校の教員定数については、学級担任外の教師も若干名配置できるよう基礎定数が算定されており、従前から音楽や家庭などの教科を中心とした専科指導が行われているところです。加えて、小学校高学年の教科担任制の推進については、骨太方針2023を踏まえ、当初予定していた令和6、7年度の2カ年分の改善数を1年前倒して、令和6年度予算に盛り込み、令和4年度から3年間の改善総数3800人を計上しているところです。このほか、既存の小学校専科指導課配として措置している5600人と合わせて、9400人分の定数を当てることができると考えております。その上で、教科担任制のさらなる充実を含む学校の指導、運営体制については、今後、中央教育審議会からお示しいただく考え方も踏まえ、さらなる学校における働き方改革等と一体的に検討していきたいと考えています。キー君。最後に、教育現場に対する物価高の影響について、2問一括で伺わせてください。一つは、就学援助費への物価高の影響です。2023年度と2024年度の就学援助費の予算は約5億円と同額で推移していますが、この間の物価高の影響は深刻かつ明らかです。国からの支援の充実が必要だというふうに考えます。実際にテスト、ドリル、教科教材は昨年より2割増しとなった、あるいは修学旅行などのバス代が非常に高くなり、保護者負担が大きくなっている、物価が上がっているのに予算配当基準が変わらないため、物品の購入を減らしているといったご意見が来ております。現在、国の支援があるんでしょうけれども、この声が届いているという点が深刻です。もう1点、学校給食費に対する物価高の影響も深刻です。現場からは、給食費のうち食材費の負担が大きくなっている、ロールパンしか買えず食パンとジャムの組み合わせや黒糖パンなどは購入できないといった声もあります。これまでの対応でも、この苦しい現状の訴えで無視できません。さて大臣、この就学援助費の物価高の影響、そして学校給食費に対する見積もりと対応、これ対応必須だし急ぐと思うんですが、どうされますか。申し合わせの時間が来ております。簡潔にご答弁をお願いいたします。森山大臣。義務教育段階の就学援助については、各市町村において家庭の経済状況が厳しい児童生徒の保護者に対する支援を行っております。具体的には生活保護法に規定するよう保護者への支援について、国が経費の2分の1を補助しており、このうち修学旅行費については実費をもとに支援をしております。また要保護者に準ずる程度に困窮していると各市町村が認める準要保護者への支援についても、いろいろ積極的な重点支援
地方交付金の活用その他を促してきたところでございます。また学校給食費についてということでございますけれども、物価高の影響が出ているということは、我々も承知をしておりまして、年間の食材費相当額の把握に現在も調査を実施し努めているところでございます。この給食費の保護者負担につきましても重点支援地方交付金の活用を教育委員会等に対して促しておりますし、昨年暮れの令和5年度補正予算におきましても、この推奨事業メニュー分として 0.5 兆円が追加計上をされているところでございます。いずれにせよ文部科学省としましては、この物価高騰に対してのこの対応ということは今後ともしっかり検討していきたいと考えております。キー君。現行の仕組み、そして交付金で手が届いていない地域が多いという実態も踏まえて、ぜひ真水の支援をお届けいただけるようにお願いしたいと思います。終わります。ありがとうございました。これにて紀伊隆君の質疑は終了いたしました。